金額別にどうでもいいんです。財あの財産なので、うん日本の宝なので、うん。お宝を求めて外国人も殺到する買った一。そこで発見したのは。じゃご主人これなんですか。先が丸くて棒のような形状。 骨董店の店主たちに訪ねて回ると。間抜けな。なかなか小さい。聞いたんだけど。ええー、ちょっと、ね、ちょっと待ってください。おそらく農家で使った。店主たちもわからない謎の骨董。その正体を追跡しました。骨董市の会場です。今、皆さん続々と中に入っていきます。 一体何を買うんでしょうか全国から250店舗以上が出店する日本最大規模の骨董市ットグランデ美術品からジャンクな品までおよそ25万点のアイテムを求めマニアが殺到しますこちらはアメリカから来たカトリーンさん次々と洋服を試着していますが。 一体これは何かというと明治時代ぐらいの旗です神社とかの上り旗実はこれ明治時代の上のり旗をリメイクして作った服大好き大好き大好き,大好き,大好き侍の時代から使われている染め物にすごく興味があるの 購入したのは大きな漢字が入った服、三万五千円です。そしてもう一着購入したのは百年近く経つ古い切れを組み合わせて作った服。お値段はなんと五万八千円ですが、こういう切れがなくなってないんですよ。ね、皆さんね、もう燃やしたり捨てたりしてる。シルクの着物はいっぱいあるの。 皆さん大切にとってらっしゃるだから100年とかのキレが残ってたらボロでもいいねアメリカではパッチワークは人気だけど服は作らない日本人の発想って素晴らしいスウェーデン出身日本在住38年の男性は人人形関係人形関関係係コレクションはどれぐらいあるんですかお家には もうもう,なもう何何百個も何千個たまあるんです。すごい。うん、例えばその携帯の写真フォルダーを見せてもらうと。去年だと。だとすごいたくさん。去年と全部も。ーーもほ,ぼほぼひな人形ですか。あもうもう多分九十九十パーセントぐらい。<laughs> クリストファさんは希少価値の高い古いひな人形を集める超絶マニアです。 こちらは明治時代のものでひな人形のルーツと言われるさらに下切りスズメや浦島太郎などおとぎ話を題材にしたものも畳の部屋にもう天井までっしりだから30年前に買ったものがもう30年間も見てないので、うん、もうあのお父さんにはもう買ってくるなって。うん 怒られパ,パ,パパストップがかかってるんですそこまでして集める理由は誰もが楽しめるひな人形の魅力にあるといいますまあその色の使い方<ー>重ね方とか土からできたもの紙でできたものとか様々まなので<ー>まあ庶民からまあ天皇家までのものとかいろいろあるんで金額別にどうでもいいんです<ー>財,あの財産なので。 うん、日本の宝なんで、うん。一方、真剣な表情で器を見つめる男性。僕の家族は和食器のファンなんだ。特に母が大好きなので、お土産を探しています。美しい。それは石川県の伝統工芸品、くたに焼きです。 絵付けが繊細で鮮やかな色使いに華やかな絵付けが器いっぱいに描かれるくたに焼き中でも人気なのは江戸時代わずか50年の間にしか作られなかったという幻の焼き物コクタニ。 渋めのものと、個性があって楽しいですよね。興味あるんですけど、高くて。都内にある骨董店では、割れた黒谷が、なんと二十六万円相当で売られていました。骨董市に出店した店主が取り出した皿も、継ぎはぎされたもの。この子から出た黒谷、なんですけど、ちょっと割れ、割れちゃいまして。 です。今年の能登半島地震によって割れてしまった国谷の破片を能登の業者から買い取り修復して再生させようとしていました実は今こういった被災地の陶磁器を無償で修復する話題の匠がいました 能登半島地震で壊れてしまった骨董品を無償で再生している美術家さんがいらっしゃるということでこちらアトリエに伺っていきます東京・荻窪にアトリエを構える美術家中村邦夫さん中村さんが行っているのは金継ぎ破損した陶磁器を漆で接着し 金粉で装飾して仕上げる伝統的な修復技法ですこれまで石川県の被災地から受けた修復依頼は40件以上すべて無償で行っていますこれはあの結婚式の記念に女子の人がくれて飾ってたらしくてこれだけはどうしても直したいって言ってわざわざ手紙を添えて送ってきてくれたんですけど 人間国宝が作ったという焼きの花瓶折れてしまった首の部分を修復金継ぎしたことでつなぎ目もおしゃれに生まれ変わりました一方こちらは希少な国谷の花瓶これだけはどうしても直したいって言われたので。 4ヶ月かけて接着うっすらと見えるつなぎ目を金粉で装飾していいくと言います実はこの金継ぎは海外で大人気壊れたものを再生させる日本の技術はより価値を高めることもあるといいますそんな金継ぎによる修復を中村さんが無償で行うのには訳がありました。 自分の家が壊れた経験って初めてだったんですよ人生で。自分も何かこう当事者として何かやらなきゃなっていう風うにすぐ思ったんですよ。中村さん自身も和島と鈴に作ったアトリエが地震で大規模破壊していたのでした。ツア、うん、自身も結構長く使ってると自分の分身みたいに感じると思うんですよ。だからこう自分の分身を直すことによって。 あ自分も再生できるっていうふうに思ってくれたらいいなと思ってますけどね持ち主の思いが詰まった骨董しかし中には一見その用途がわからない不思議な骨董が民族雑貨を扱う骨董店で発見したのは600年ほど前アフリカで使われていたという腕はまさかの使われ方をしていました 貨幣。貨幣。そう、お金ってことですか。そうそう、これもみんな。<金>そう。昔のブレスルト型の貨幣。うんうん、え、これでやり取りをするんですか、本当に。そうそう、もののブルーブス効果の。こういうふうに透ける。けるこちら。金属製の腕輪は。15世紀頃から。アフリカのさまざまな部族で貨幣として使われていたといいます。

江戸時代のものなんですか。江戸時代のもの。はい、ここちょっとね穴が開いてるんですよ。なんか液体が出てきそうだなと思って。お、いい線行きますね。<laughs> お花見といえば、ええー、お酒。あ、合ってます？はい、お酒を入れるもの。そうですそうです。ですは,<ー>はい、酒器になりますね。<ー>お酒を入れる酒器でした。傘の形をした理由は。 江戸っ子の粋なシャレッケにありました花見に行くときにまああのお酒の好きな連中何人かで行くとに、はい、これをこう持って行くわけです一人とおいお前ハッタンなんで天気もいいのに傘なんか持ってくんだよ、ね、傘っぽいですもんねなりますよね、はい、それでまあ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  <laughs> で桜の木の下に行ってからおもむろに <laughs> ほいおいおいどうだいいっぱいっていう感じで、えー、あのお酒を入れてた えー、だから浅木お風呂のある江戸時代の、えー、ものですねなんとも不思議な骨董の数々さらに謎の骨董があると聞き我々は神奈川県の骨董市に向かいましたじゃあご主人これなんですかえーちょっとね ちょっと待ってくださいこれほとんどこれ農家さんから出てくるものなんですよでだからおそらく農家で使ったこれ何かの木をあれしてこういう感じで加工してあるかと思うんですね,ね球体がついた曲がった木の棒店主も知らない謎の骨董の正体を追跡しましたミングで 使うとすればなんか脱骨とかまあそういうの叩くので結構ありますけどまあわかんないですけど。あそうです。これ型叩きじゃないですか。こういうのって個人で勝手に作っちゃうから謎の骨董は型叩きに使うものなのでしょうか。ヒントをもため素顔へ型叩き棒を使ったことがありそうな方々に聞くと。

丸い部分は蓮のつぼみと予想。よく目にするのは仏像の横に飾られたもの。ということは仏具。そこでトゲ抜き地蔵があるお寺に聞いてみると、これってなんだかわかりますか。ちょっと拝見しますね。はいお願いします。匂いではないでしょうか。匂い。はい。匂いとは。 法要などでお坊さんがお経を唱える時に手に持つ道具とのこと。仏具店に確認してみると、先端に蓮のつぼみを模した。江戸時代の匂いではないかという方。ついにその用途が判明しました。実はこの匂い、昔は意外な使い方をしていたのだそう。 私が習ったのは孫の手だって言うんですけどねニいっていう胃のままである胃のごとしと言われるようにかゆいところに手が届くということでニいということなんでしょうね<ー>肩たたきではなく孫の手まさかのニヤピン骨董に隠された知られざる歴史それも魅力の一つなのかもしれません